そしててここ何年かの前数年ぐらい前から首都大の宮台さんのプロフィールにソーシャルデザインって言葉が出てきたような気がするんですけど、首都大 の, あのホームページに、いや宮台さんの首都大 の, ほん、はい、あのなんていうか宮台新司プロフィールにソーシャルデザインっていう言葉が出てきて、で宮台さんはこの言葉に対してどういうふうに思ってるんだろうっていうのを聞きたかったんですけど、あの社会学の中ではね、うん、あの伝統に反して、うん、あの価値規範、うん、あるいはですね処方箋を提示するのよくなくて、うん、あの分析にとどめるべきだみたいなですね、うん、議論がね、うん、誤った議論が、まあ、クソみたいな議論がですね、うん、どんどんはびこっているんですよ、うんうん、でそれは非常によくなくて、もともと社会学の目標はね、うん、やっぱりソーシャルデザインにあったんです、うんうん、で20世紀半ばまではそれは完全に常識だったんですね、うんうん、つまり簡単に言えばあの良い社会とはどういう社会 で、うん、でそれを実現するために必要なリソースはどういうことかをはっきりさせるっていうね、だから社会学の目的はもともとはソーシャルデザインですよね、だから その、それはまあ分かりやすく言えば個人に大事なのはライフスタイルでしょ、で社会に必要なのは大事なのはやっぱソーシャルスタイルなんだよね、で多くの人はさ幸せになろうとすると、うんうん、自分のライフスタイルをなんか一生懸命いじくろうとするよね、うんうん、でつまり個人の属性の中でやろうとするとですね、そうだよね、うん、でそれも大事だし、うん、できることがたくさんあるけれども、うん、明らかに限界があるのでね、だから皆さん本当幸せになりたいんだったらライフスタイルを考えるだけじゃなくてソーシャルスタイルも考えなきゃいけない、うん、でソーシャルスタイルを現実化できるかどうかは、うん、どういう社会をデザインするかによって決まるからね、うんうん、だからやっぱり幸せになりたいんだったら自分のことだけじゃなくて、うん、社会のことも考えた方がいいよね、うん、それが社会学のもともとの考え方だよねってことですね。山本さん飲みたいものちょっと店の人にマイクで注文してあげてください。はい、一口でも飲むとあの結構なのでいやいや普通にアルコールじゃなくても、はい、うん、ジンジャーエールすいません。で僕がですね10年ぐらい前に社会企業とかソーシャルデザインに関心を持ったのは15年ぐらい自殺の取材をやってて、既存の、ね、政府とかあるいは NPO 既存の企業のあり方では生きづらさが終わらなくて、で僕の周りでもボコボコ死ん、多分皆さんのお友達でも亡くなられた方とかいらっしゃると思うんだけど、ダメじゃんと。じゃあ誰がどうやって生きづらさをよりハードルの低い段階で食い止めているのかなっていうのはまず興味があって、でそれをやるとしたら助成金に頼ってたら多分できないだろうなと思って、多分ビジネス自分たちの価値ある商品サービスでやるしかないだろうなと思ってたらソーシャルビジネスって言葉が当時ぐらいから目につき始めたわけですよ。つまり政府とか、うんうん、誰かはその巨額な金の寄付金もらって動いてるようなところはね働かないんだよ簡単に言うと。プラスね、非常にもっとって言いましょうか、もっと重大なものが今起こっていて、民主制、民主主義的な政治制度がうまく機能しなくなったんだよね。でそれはもう端折って言いますけど、みんなが浅ましく寂しくなったんだよね。で共同性の中で支えられて埋め込まれて生きていくってことがなくなった、孤立して分断しされ、まあ、当たり前だけどそういうと人間を鬱屈して不安になるので、でその不安を解消する、鬱屈を解消するために、うん、まあ、排外的、うんうん、あるいは、まあ、どう言ったらいいでしょう、攻撃的になるわけだよね、うんうんうん、でそうするとそういう感情を満たすような政治、うんうん、感情の政治が、うんうん、まあ、跋扈するようになるわけだ、うんうんうん、でそのようにして戦争に向かいやすくなったりとか、うんうんうん、排除的排外的な法律や条例が通ったりするようになる、うんうん、で僕はほらもう二十数年前からね、うんうん、性に関するいろんな発言をしてきたし、うん、まあ、いろんな制度の、うん、まあ、ソーシャルデザインだけどこういうふうにした方がいい、うん、で結局ねどんどん制度は良くなっている、うんうん、しかし人々の感情はどんどん劣化していますね、うんうんうん、でそれはどういうことかというと、例えばね多様性に対して安泰安置を唱えているように見えて、うん、実際にはね幸せそうなやつを許さないっていうね、あ、なるほど、そういうオーラがやっぱり非常に漂う排外主義者がやっぱ多いんだよね、うん、でこの人間たちにとって重要、まあ、このような人間たちがたくさんたくさんいるということの中で、うん、じゃあ僕たちが何ができるだろうかっていうふうに問題を立てることもやっぱり必要なんだよね。だからまあこの人たち、うん、なんでこんなに寂しく浅ましく
利己的になってるんだろうっていうね、うん、なんで自分のことしか考えなくなってるんだろうっていうね、うん、でさっき言ったように、うん、この人間たちがどんどん増えていくと、でさっきの話、うん、あの制度を変えるためにはどうしても民主性の機能を経由する必要がある、うん、なぜかというと行政が勝手に何かやると異議申し立てが行われて、うん、場合によって炎上して終わるんだよね、うん、で行政はどんどんそれをビビるようになっているので、うん、あの行政マンとしてはいやこういうねあの包摂的なね、うん、仕組みを作りたいなって考えていても炎上を恐れてできないっていうことは、うん、実は僕の知る限りでも山のようにあるんだよね、うんうんうん、だとすればこれからますますね、うん、実はあの行政を使った、うん、ある種の平等化、うん、そのフェアネスの獲得っていうような方向に行くのは、うん、実は意外に難しくなっていくんですよ、うんうんうん、これだけ制度的バリアが取り除かれていったから、うんうん、これからも順風満帆かっていうと、うん、必ずしもそうではないんだよね。でだから、うん、あの起業して民主制のプロセスを経由せず、うん、ダイバーシティを実現するとか、うん、人々の幸いを実、まあ、ソーシャルデザインをね、うん、人々の幸いのために貫徹していくというふうな方向性がやっぱり必要になるんですね、うん、それだったら行政を動かしはいいじゃん、うん、それは もっともっと難しくなります、うん、それは本当にねもう本当にあの、まあ、行政に関わると分かります。僕は世田谷の行政に一部関わってますけど、まあ、僕の言うクレイジークレーマーがどんどん増えていて、うん、そうすると多様性を受け入れたくても政治行政はそれが難しくなるってことだから、ね、クレイジークレーマーが増えればね、うん、でも一方ではその動きが鈍い、うん、刑事行政に、まあ、待ってらんないよっていうことで動き出してしまっているのが、うん、まあ、ソーシャルデザインの担い手たちとも言えるわけですよね。そうだよね。これある種内面化されないまま制度だけあった民主主義が、うん、実は内面化し始めた人たちが一部に出てきたっていうふうに一部に、ね、うん、一部にまだ全然一部だけどっていうふうに考えてもいいかしら。そうだね、うん、でも今は一部だけじゃなくてね、うん、これはねあんまりある程度以上は広がらない可能性が僕はあると思います、うん。